米男子ゴルフの元世界ランキング1位、タイガー・ウッズ、米国が6月13日開幕のメジャー大会、全米オープン選手権に特別推薦で出場すると2日、主催者が発表した3度の優勝を誇るウッズが同選手権に出るのは2020年以来4年ぶり、AP 通信によると、19年のマスターズトーナメント優勝による出場権は昨年に失効し、 特別推薦が必要だった。48歳のウッズは主催者を通じ、全米オープンは私のキャリアを形作ってくれた大会。この推薦を受けたことを光栄に思うとコメントした。